はい、皆さんどうも。今回もやってきました、ウルトラ怪獣名鑑第2弾です。コメントいただきましてありがとうございます。ということで、右の一番下ですね、はい、こちらを今回は開けさせていただきます。よいしょ。はい、これ、第1弾ではこちらのザザーンが出たんですけど、今回はね、これよりもまあかっこいいだろうという怪獣が出るだろうと予想されます。タッコングかアーストロン、シーモンス、シーゴラスあたりが出てくれたらいいですね。では早速開けましょう。いきます、せーの、じゃーん。お、あ、これはシーモンス、シーモンスです。こんな感じだったんですね、原画がで、メスって書いてます。あのシーゴラスとシーモンスっていうのは夫婦怪獣なんですよね。で、このシーモンスがメスです。なるほどね、すげえ。なんかここにメモ書きしてるけど、全体に薄紫、腰は黄色になります。なんかそんな感じですね。シーモンス本体とジオラマです。はい、ここに当時の番組のタイトルが書いてます。二大怪獣の恐怖、東京大竜巻。こんな感じ。おー、やっぱクオリティ高いわ。かなりね、あの塗装がやばいっすね。すっごいリアル。ほら、こういうとことかわかりますかね。でね、サイズ感もね、本当にね、小さいんですよ。この小ささで、この造形、細かな造形とこの塗装、クオリティ高すぎ。このね、皮膚のなんかこの感じとか、こういう風に並べて飾ることができるそうです。早くシーゴラスを出したいね。こう津波をこう起こして、こうガーって来るんですけど、街に。でも帰ってきたウルトラマンがそれを阻止するっていうね、かっこよかったですね。あの時はさすがウルトラマンって思いました。口の中までこの造形ですよ。しっかりとね、歯も一個一個塗られてて、やばいね。これわかりますかね、これすごいっしょ。でね、妙にこの眠たそうなこの顔がまた可愛い。はい、そしてこのシーモンスが登場する回は1971年7月2日の第14話に出てきます。ということで、今回はウルトラ怪獣名鑑第2弾でした。で、シーゴラスがね、確かね、竜巻怪獣で、シーモンスが津波怪獣で、このシーモンスがこの津波を起こすわけですよね。あのね、特撮シーンはね、結構迫力あって、まあね、今見てもね、何やろ、工夫されてんなみたいな、そういうシーンですね。ぜひね、気になった方は見てくれたらいいんですけど、まあ、昔ながらに、まあ、いい絵が撮れてるんじゃないかと思われます。これはね、やっぱり全種コンプ絶対したいですよね。ここまでクオリティがいいと、もう全部集めたい。あ、全部買ってよかったって今思ってます。もうね、次第3回がもう早く開けたい。ワクワクしてます。それでは、次回開封してほしいのをこの中から選んでコメントでください。お待ちしてます。じゃあね。